サイクルスポーツチャンネルへようこそ。今回はスポーツ自転車の基礎知識に関する特集をお届けします。テーマはスポーツ自転車用ヘルメットの正しい被り方です。今回のですね、前回のビンディングペダルの企画に引き続き、東京都八王子市にあるスポーツ自転車専門店ザ・ベースにお邪魔しておりまして、今回もスタッフの赤坂ありささんにお話をお伺いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。赤坂さん、はい、自転車に乗るときに、ヘルメットの着用が、努力義務になったりと、今ね、スポーツ自転車用のヘルメットに限らず、ヘルメットが注目されてますけれども、やはりね、スポーツ自転車に乗るときは、ヘルメット必須だと思うんですが、結構そうちゃんと被れてない人多いのかなっていう印象なんですけども、そうですね、結構多いなっていうのは感じますね。なので、実際ヘルメットの被り方とかも分からず購入されてる方も、自転車屋さんとかにもいるかもしれないですけど、いると思うので、それも含めて今日は正しいヘルメットの被り方をお伝えできればと思います。なるほど。はい、ざっくり言ってポイントってどんなところでしょうか。ポイントはまず自分の頭の形と、サイズが合っているかっていうのと、あとはご購入いただくヘルメットの調節機能をちゃんと理解しているかっていうところと、あとは正しい、被り方っていうところを理解していただけたらと思います。なるほど、わかりました。では詳しいことについて教えてもらいましょう。じゃあまず最初のポイントは、自分の頭に合う、ヘルメットを選ぶっていうことなんですが、自分の頭に合うヘルメット選び方ってあるんですか。そうですね、まずサイズが合ってないと、転倒した時に守ってくれないので、まずかぶった時に横とか、てっぺんとかが当たって痛いとかがなければ、まず第一関門クリアという感じで、その後締め付けてもらって、締め切ってても全然締め付けられてる感がなければサイズが1個大きかったりするんで、ちゃんとそこは、ワンサイズ下げてもう1回かぶってみてっていうのが必要なんですけど、締め切った時に痛くならない程度に締め付けてもらって、でその後に、上下左右に頭振ってもらって、ヘルメットがずれなければ基本的にはサイズは問題ないかなと思います。なるほど。ちなみにヘルメットの種類としては2つあって、アジアンフィットとグローバルフィットっていう2種類があって、アジアンフィットっていうのがいわゆる日本人の頭の、ちょっと横が 広いのが日本人、広い方が日本人は多いので、そのように作られたものがじゃあアジアンフィットなので、アジアンフィットの方が、日本人は合う人が多いんですけど、稀にやっぱりグローバルフィットって言って、サイドがちょっと細身で、卵型みたいな形の、ヘルメットがあるんですけど、その方が合うっていう方もやっぱ全然いらっしゃるので、両方実際は被ってもらって試してもらうのが一番いいかなと思います。なるほど。はい、じゃあ必ず試着してから購入しようということですね。はい、はい、ではじゃあ、いよいよ被り方ですね。被り方の手順とか、正しい被り方のチェックするポイントについて教えてください。まずヘルメットには調整ダイヤルっていうのがついてて、これを締め付けていくとちゃんとヘルメットと頭が固定されるような形になるんですけど、まずその調整ダイヤルを緩めます。一番、もう緩くしちゃっていいと思います。で緩めたらかぶってもらって、緩めたところの調整ダイヤルを締めていきます。一応多くのヘルメットは頭の後ろのこの辺に多分ついていることが多いんですけど、このヘルメットはレーザーっていうヘルメットなので、ダイヤルが頭の、上の方についてます。なのでこのダイヤルを回して締め付けていきます。で固定するときにしっかり とヘルメットが眉毛のちょっと上ぐらい深くかぶってもらうようにお願いします。でしっかりと締め付けたらちゃんと締まってるか確認するので、痛くない程度に締め付けてもらって、その後、左右上下振ってもらって、ズレがなければ締め付けは問題ないです。でその後、
バックル、まあ、顎ひもを締めつけていくんですけど、締めた時にちゃんとこの耳の下にストラップが来てるか、耳の真下に来てるかっていうのと、あと顎ひもは1本か2本ぐらい、まあ、入る程度緩めてもらって、もう締め付けすぎても苦しいので1本か2本程度入るぐらいで、調整してください。耳の下に合わせるここのストラップに関しては、耳の後ろと前にこう紐が出てると思うんですけど、そこを引っ張ったり緩めたりしてもらって調整するんですけど、必ずこう、まあ、耳たぶの真下にストラップが来るように調整してください。なので、まあ、鏡見ながらやってもらうといいかなと思います。でここの長さは調整するときは、外してから調整してまたはめてっていう繰り返しにはなるから、そっちの方が多分やりやすいです。このまま、まあ、グッて調整してもいいんですけど、ちょっと難しかったりやりにくかったりするので、もし誰かいたらこの耳のところとかこの首のところは2人でやってもらった方が確実に調整はできると思うので。よくやりがちな例としては、こうヘルメットがこう浅くかぶってあって、もうおでこが丸見えの場合とか、あとは全然閉まってなくて振ったらめちゃめちゃずれちゃうとかも全然多いので、とりあえずかぶっとけばいいっていうではなくて、転倒した場合のことを考えてしっかり眉毛の上で合わせて、ストラップもしっかり合わせて正しいヘルメットのかぶり方でかぶっていただくようにお願いします。それから顎ひもなんですけど、顎ひももこうつけてればいいみたいな感じになっちゃって、もうすごいたるんでて、もう手のひら入っちゃうぐらいたるんでると、転倒した時の衝撃でヘルメットが浮いて頭を打ってしまう可能性がかなり高くなるので、顎ひもも必ず 1,2 本程度までしっかり締め付けてもらって調整をしてください。ちなみに締めすぎてもダメなんですか？締めすぎてもダメですね。基本的に 1,2 本っていうのも、自転車に乗った時に前かがみになるので、締め付けすぎるともう苦しくておそらくしんどくなる、耐えられなくなってくると思うので、必ず多少余裕を持たせてもらって調整はお願いします。はい、赤坂さん、はい、ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、前髪はヘルメットの中にしまった方がいいんですか？一番はしまった方がいいです。はい、で、まあ、理由としては前髪が間に挟まるとズレが生じる可能性があるのでと、まあ、あと汗とかも目にかかったりっていうのもあるので、基本的には前髪は上げてもらうのがベストなんですけど、まあ、しっかりと目にかからなくて整えてあれば、頭振ったりしてちゃんと固定もされてれば問題はないとは思うので、転倒させた時とかなので、一番は前髪は、しまってほしいんですけど、まあ、絶対ではないかなっていう感じですね。赤坂さん、はい、ちなみにヘルメットによっては締め付ける部分を上下に動かせる機構がついてるヘルメットもあると思うんですけど、はいはい、これってどう使ったらいいんでしょうか？そうですね、頭の形に合わせるにはこの調節がすごく大事で。あ、そうなんですね。はい、はい、で、まあ、しっかり深くかぶっていただきたいので、一度、まあ、しっかり上まで上げてもらって、深くかぶれる状態にしてもらって一旦かぶってもらいます。で、かぶった時に後ろの、締め付けてもらえる部分があまりにも首元に近づいてくるとか、すごく痛いというか当たって痛いとかであれば、そこはちょっとずつ、まあ、大体のヘルメットにはこうクリックみたいな感じで何段階かあるので、はい、その段階を1個ずつ詰めていってもらって、うん、それで調整してもらえるとバッチリ決まると思うので。なるほど、はい、じゃあとりあえず最初は一番
上げた状態にしておけばいいってことですね。はい、上げて深くかぶれる状態にしてもらって、そこから、ちょっとずつ動かして調整していく、はい、っていう方がまあ一番合わせるのが早いかなと思うので、そんな感じです。わかりました、はいはい、ご視聴ありがとうございました。サイクルスポーツチャンネルでは今後もこうした役に立つノウハウの動画をどんどん展開していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。また関連動画、加工動画もご覧ください。では次回の動画もお楽しみに。